夏日さん。ちょうど今からあなたにも知らせに行こうと思ってたんです。それはありがとうございます。それで何かありましたか？今夏日さん階段を上ってました。夏日さんの部屋って上ですよね。寝つけなくて客間に戻ろうとしていたのですが、自分の部屋に鍵をかけたか不安になり戻ろうとしたのです。心配性なのでよくあることです。気にしないでください。ああ、よくありますよね、そういうの。記憶力に自信のない人にありがちな癖です。エリカさんこそお一人でどうしたんですか？例の客室を調べようかと思いまして。客室？大変なことになったじゃないですか。現場検証は私の権利ですので。何か。いいえ、何でも。また最初の事件の繰り返しですね。どういう意味ですか？またあなたは自室で、そして今回もそのアリバイを証明できないわけですよね。おっしゃっている意味が分かりません。逆を言えば、私が自室にいなかったことをあなたこそどう証明されるわけですか？おや、そうきましたか。ならばそれはおいおい。鍵は後にしてください。皆さんに重大な話があります。鍵を確認したら戻ります。先に始めていてください。秀吉さんが殺されました。その件についてです。え？
ちょうど夏日さんが戻ってきてくれました。全員が揃ったところで、私から皆さんにとても重要な話があります。重要な話？え、重要な話です。最初の事件からをすべて皆さんの前で整理したいと思います。それなら他の皆さんとなさってください。私はそういうことは警察に任せるべきと思っています。関心がありません。整理した上で重要なお話があるのです。あなたにも誰にも断る権利はありません。な、すみません、その扉閉めてもらえます？あ、はい。チェックメイト。あら早い。なに、もう犯人分かっちゃったの？まだ事件だって全然進んでないのよ。もう少し殺させて、いろいろと手がかりを集めればいいのに。さあラムダ、すべての駒を集めなさい。ここからが一番面白いんじゃない。思い切り楽しみましょう、お互いにね。どうかしらね。お手並み拝見と行くわよ。24時のゲームセットを待たずにもう仕掛けてきたとはな、ベルン・カステル共鳴。気の早い御仁よ。相当の早仕掛けですな。この段階でもう勝てる算段があるとは。普段なら魔女の存在を主張するだけで勝てるけど、今回は夏日や金蔵や守る者が多いわ。面倒な戦いになりそうね。面倒な戦い、大いに望むところよ。わらわの黄金の島でこれ以上の好き勝手はさせぬわ。受けて立とうぞ、ベルン・カステル卿。フルド・エリカ。Thank you.
バトラ君は誰が犯人うんぬんというだけのゲームなら、もう二度と屈することのない力を身につけたと言えるでしょう。第四のゲームまでで、あなたはすべてのメッセージを彼に伝えています。つまりバトラ君はいつでもすべての真実に気づいてもよいということです。しかし彼には甘えがある。だからこのままゲームを幾百と続けたとしても永遠に解けはしない。まるで青い鳥を探すかのように永遠にさまよい続けるだけ。だからあなたはあの二人を呼んだのです。あなたたちの永遠の拷問を終わらせるために。あの二人はあなたに勝利か敗北のいずれかを与えるでしょう。しかしそれはいずれであってももはや慈悲に満ちたものです。あなたにももうそれは分かっているはず。ベアトリーチェ、あなたはいつまでそうして生きるでもなく死ぬでもなく天国に昇るでもなく地獄に落ちるでもなく煉獄さんの頂上でぼんやりとしているつもりなの？私はワルギリア、彼を煉獄さんに案内し頂上のあなたのところまで連れてきました。そしてあなたはベアトリーチェ、彼の手を取って天国へ昇るか彼を抱いて地獄へ落ちるか選ばなくてはならない。飛びなさい、煉獄の崖より。淡く脆くてくだらない希望の未練ごとパンドラの箱を開け放ってしまいなさい。怖いでしょう。
箱を開けるのは。箱の中の猫は生きているのか、死んでいるのか、それを確かめる時が来ました。死んでいる猫ならば早く供養して天へ登ってもらいなさい。生きている猫ならば早く餌を与えて全ての愛情を注いであげなさい。生き死にに関係なく、あなたの猫箱は猫を永遠に冒涜しています。あなたが開くことを恐れた箱の鍵をあの二人が持ってきてくれましたよ。全員揃ったかしら？全員揃いましたであります。ご苦労様。そうかね。一体今ここに何人いるのかしら？何人いようとも18人を超えた存在は全て幻よ。それを認めさせるのがわらわのゲームでな。ダイダムダデルタ教、我が周回宣言をお聞き届けくださり感謝いたします。そして大ベルーガステル教、我が主、ご期待ください。必ずや主を苛む退屈の毒を一時であろうとも忘れさせてご覧に入れます。ええ、期待しているわ。それでこそ私の分身、私の駒よ。
聞きなさい、魔女ども、人間ども、これより魔女集会にて幻想法廷の改定を宣言する。お前たちのこのゲームにおける性と役割はおしまい。第5のゲームはこれにて閉じられ、24時を迎えての答え合わせとなるわ。では早速と言いたいところだけど、その前にまずは軽く自己紹介から始めようかしら。これだけ大勢いるんだしね。私はラムダデルタ、絶対の魔女にして新しきゲームの支配者。ベルンカステル、奇跡の魔女ベアトリーチェの魔女幻想の寒波を目的とするの。無限の魔女ベアトリーチェである。我が存在の主張と夏日金蔵の保護を目的とする。バトラ様、次なる序列はあなたであります。後ろ宮バトラだ。ベアトラ。いや、魔女どもと戦ってる。以上だ。ご存知と思いますが、貴殿は今回のゲームは途中よりの参加となっております。魔女集会開催のこの時点ではまだ未参加ということです。お分かりでありますか？分かってるぜ。しばらくは発言権がないってことだろう。ご理解感謝であります。わらわの宿敵であると一言言えばよいもの。お前だけの敵とは限らねえからだよ。取り返す。これはわらわたちのゲーム。ああ、魔女集会の開催発起人にして探偵、フルド・エリカです。この第5のゲームの犯人を暴き、この物語に愉快なピリオドを与えてご覧に入れます。私も期待してるわ。さあ、残りのコマどもも適当にザラーっと自己紹介なさい。人間ども、全員自己紹介を。後ろ宮金蔵だ。書斎の窓より抜け、六軒島のどこかに潜んでおる。後ろ宮クラウス、現在は囚われの身でどこかに監禁されている。後ろ宮エヴァン、生きてる。ルドルフだ。この後もずっと後ろ宮だからな。名字ははしょるぜ。後ろ、ローザです。第一の番に殺されました。ジェシカ、同じく第一の番に死亡だぜ。ジョージです。同じく第一の番に死亡。
死んじゃったけど私はこうして喋ってるね。死ぬことなんて大した問題じゃないでしょ。後ろ宮夏日です。生きております。秀吉や、ついさっき殺されたばかりや。キリエよ、まだ生きてるわ。南条です。私も長らえておりますが。源氏と申します。第一の番に死亡でございます。シャノンです。生存してます。カノンです。同じく生存。ゴーダです。よろしくお願いします。皆様方、熊沢でございます。よろしくお願いします。続いて魔女ども、全員自己紹介を。ワルギリアと申します。ベアトリーチェの師匠です。ガープよ、死体を消す役担当。炉の上、紅茶を入れる役担当ですな。煉獄の七姉妹を代表してご挨拶申し上げます。第二の番の秀吉殺人を担当しました。煉獄の七姉妹、ここに。続けてエリカ教の家具どもは自己紹介を。ガートルード異端審問補佐官なり。コーネリア異端審問補佐官なり。ドラノール・エーノックスであります。エリカ教の首席補佐を務めます。バトラー、あなたには期待しています。私を失望させないでください。お互い全力でぶつかるだけだ。ドラノールの出番は本来なら必要ありません。しかし魔女側が醜く言い逃れをもてあそぶとき、それを断罪してもらわねばなりません。書斎での奇跡は二度と起こりませんから。最後にご挨拶申し上げます。本魔女集会の進行管理を命ぜられたシエスタ姉妹この得体であります。以上で全ての駒の自己紹介を終了するであります。一堂に会するが全38名。始めようかしら。発起人、始めてちょうだい。ああ、悪いけどそこのヤギさん、ジュースのおかわりお願いね。私にはポップコーンを。ああ、そうだったわね。
悪魔の感激はポップコーンと相場が決まってるとあんたが決めたんだもんね。ええ、楽しませてもらうよ。あと、紅茶とからし味噌をもらえる？エリカ、始めなさい。私の退屈はもう始まってるわよ。はい、我が主、お任せを。静粛に、沈黙を。